聴者さんからの質問に答えるコーナー。はい、はい、先生、たくさんのですね、コメント欄に質問が来ておりますので、今日もよろしくお願いいたします。ありがたいことでございます。いつもありがとうございます、皆様。さあ、それではですね、まあ、全部ちょっと、時間がないので、かいつまんででございますので、よろしくお願いいたします。はい、さあ、いきます。先生から教えていただいた日に、散髪するのはもちろんなのですが、うん、それ以外の日に爪を切ったり、前髪が伸びてきて少しセルフカットしたりというのは、髪切り開運法で、せっかくできた運を減らしてしまったりすることになるのでしょうか。お願いします。これはご心配は、はい、いりません。一応ね、散髪開運の時にもちょこっと言ってますが、はい、まず開運以前に、別に髪を切る爪を切る好きな時にやっていただいて、実用的には全く問題ないわけですよね、はい、伸びてきたから切ろうかと。で、特に良い日というのをお伝えしているのは、その日に髪を切ると普通に髪を切ったというその効果というか、それ以外にプラスアルファで開運効果も見込める日だよということで、どうせならその日にやった方が、まあ、おまけついてくるからいいよということでお伝えしているだけで、別にその日以外に切ったらすごく運が落ちるとか、大変なことになるとか、そういうことはありませんので、はい、そこは気になさらないで結構です。髪はともかく爪を一月に一遍しか切れないってなかなか大変かもしれませんのでね。はい、でももし そうだな、まあ、まあいいです、いいです。まあ、確かに理屈上で言ったらこの日だけはやめとけみたいな日もあるんだけれども、まあ、これも確率論的にほぼありませんので、はい、気になさらないで結構です。髪切り替えはもうプラスアルファですので、他がマイナスになることではない、ではないです。落ちるということはありません、はい、気にせずで大丈夫です、はい、では続きましてこちらでございます。花を設置する場所についての質問です、はい、平屋の場合ロフトやロフトに続く階段に置いても大丈夫でしょうかっていうことですね。はいはいはい、まあ何ていうかな、占い的にはですね、例えば2階3階建てとかそのフロアが違うような場合って、それぞれを別平面と考えるんですよね、うんうんうん、ですからその1階に住んでる人間に聞かせたいと思うのであれば1階の範疇に置いておきたいと、はい、だそのロフトっていうのはまあその1階の一応範疇じゃないですか。確かにちょっとまあ何ていうのかな、はい、中2階じゃないけどもでそこへ続く階段とか、それは別に地べた床に置かなければいけないというものではありませんので、はい、高さ的には同じ1階、まあ1階っていうか2階に住んでる方だったら2階ですけれども、うん、自分の住んでるフロア範疇であれば、はい、高さは床からの高さそんな気にする必要もありません。天井からぶら下げるようなタイプのものもあったりもしますのでね、はい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 、それでも全然結構ですので、はい、ただできればその買ってきた方角の反対のエリアに置きたいというその方角的な指定はありますが、はい、高さ的には問題ありません。すいません、ロフトやロフトの階段でも大丈夫です、はい。さあ続きましてこちらでございます。お香の代わりにお灸でも効果は、期待できますかというちょっとなかなかマニアックなご質問ですね。煙出るっちゃで、まあ、煙と香りが確かに出る、香りも確かにありますから、まあ、火もついて燃焼もしてるでしょうから、はいはいはい、あれでもなんだっけ、温灸じゃなくてただあったかくなるだけのタイプのお灸ってあるんだっけ。 ありますね、なんか、はい、一応まずね、おさらいですけど、そのお香を、炊くという偏在香というのはまず火が燃えてる、燃焼してるというのが一つポイントですので、はい、化学反応で発熱してるタイプではダメだよというのになります、うん、そして燃えてそこから香りが出てくるというのもポイントで、確かにお灸をすればですね、はい、もぐさから煙がわーっと出てきますし、はい、独特の香りもあったりもいたします、うん、だそれは一応 OK っちゃ OK です。おー、それは OK です、はい、ただ、2時間炊き続けろよって問題があることと時間がね、そう、それから室内のこっちの隅っこに寄ってお灸してねみたいな、その方角が決まってるということで、はい、一応自分をですね、なんだろう、人間線香になっていただければですね、はい、どっかの隅っこに寄って、そして2時間こうやってずっと同じ場所じゃなくてもいいから背中こうね、はい、いろいろこう火をつけ続けるみたいな感じでですね、それは一応理にはかなっておりますので大丈夫だと思います、はい、王侯の方は楽ですけどねお灸の方が大変な、なかなか大変だと思いますけどね、自分一人では、ね、なかなかずっとしんどい、そうですよね、誰かにやってもらってという、昔はヤイトっていう言い方があったじゃないですか、はいはいはい、お灸のことヤイトとも言う、
ほうほうほう、あれ俺あれ西の言葉だと思ってたんだけど違うのかな。いや分かんないですよ、ね、西の言葉多分そうだと思う。世代で知らないだけ、世代的に、まあ、お灸のことをやいとって言ったりしてはい、はい、であの本当に皮膚の上に直接もぐさこういうふうにこうちょっと湿らしたのをくっつけて、はい、こう練って上に火つけてこう焼く、そうすると本当にやけどしちゃうんですよね。あとによくお灸の跡っていうのがあって、はいはいはい、こうなんか残るんですよ、はい、で最近はあのやっぱりそれみっともないからというのもあるし、はい、あと別の意味で例えばニンニクのスライスしたやつをまず置いて、ニンニクスライスの上にお灸をやるとそのニンニクエキスがこう染み込むよみたいな感じのニンニク灸とかいうのがあったりとか、あとその皮膚に傷をつけないようなあの熱いって感じたらもう取るみたいな感じのやつもあります。いろいろあります。ただ今あの家庭内に火災探知機が入っていて煙探知機があってですね、はい、あれ私も経験あるんですけどお灸やると鳴り始めますのでご注意ください。気をつけてください。もうとすると、はい、さあそれではラストこちらでございます、はい、先日とある占いの先生に聞いたのですが、うん、今年は壊れる破れる荒れる金融が荒れる大地に穴が開くというそういう一年だからとにかく生き抜くことを大事にす、しなければならない年と言われました、今回のこのウクライナ侵攻なども、こういった年の運気のようなものが影響しているのでしょうか、お願いしますって感じですね。これはねまあその先生にお聞きになったのがいいかなと思うんですが、そうですね、ちょっとあの根拠がよくわからないです。なぜその先生がそういうふうにおっしゃったのかというのが、うん、なんかすごく単純に考えたら五黄土星の年って言って五黄土星にこんな感じの意味があったりもするんで、荒れるだとか壊れたとかあるんですけれども、どうなのかな、まあ私はそうは見ないんで何とも言えないっていうところですけれども、そうですね、だからウクライナ侵攻もこういった年の、運命期のようなものが影響しているのでしょうか。まあ分かんないですね。あの本当に、下手なことというか人様の言ったご意見ですので、まあ、その先生はそういうお考えなんだろうと思います、はいはい、まあ、私はそうは見ないよというだけの話ですのでね、占い師って占い師じゃない方から見たら一枚岩みたいにみんな同じって思えるかもしれませんが、はい、占い師の中結構細分化されてるし、みんなが同じ意見というわけでもありませんので、はい、やっぱりそれを発信したご当人に、確かめていただくのが一番正確だと思います、はい、ありがとうございます、コメント欄の質問どしどし受け付けておりますので、皆様 YouTube コメント欄にいろんなコメントよろしくお願いいたします。さあ先生今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日、はい、また明日。